はいというわけで初見さん歓迎質問歓迎投げ銭スパチャは大歓迎、えー、パーカッションのワークショップでございます。高文がお届けします。よろしくお願いします。はい、まずギロってどんな楽器ですかっていうのはね、こういう楽器です。はい、プランスパンみたいな形をしておりますと。まあ形状はこれによらずです。要はこういうね、だんだんっていうか、あのー、昔の洗濯板みたいな状態ですね。こうなんかこう。 ものを当てるとダラララララララとなります、ね、まあこれが総称して、まあ、ギロとえ呼ばれます。まあこれねギロってすげえ分析すると面白いんですけれども要はこれ打楽器なわけなんですけれどもこの超早く連打してるっていうようなことなんですよねこれ。この1個の引っかかりに対してガクってなったら。 1一打たたいたってことになるからたたいて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 たたい,い,いてっていうのは早くやるとなんとつながってるように聞こえるっていうのがね面白いでいわゆるねギロって言ったらひょうたんですひょうたんはいこれ実はねひょうたんでできておりますひょうたんを、えー、くりぬいて乾燥させたものまあひょうたんちなみにこういう音します まあこれちょっとね、見た目、木っぽいんですけど、実は氷んで、実際に木のギロも存在します。木のギロでも木のギロの方が、えー、印象としてね、もうちょっと音が、えー、低いっていうかね、くぐもっている感じですね。この氷んの方が、割と音がカラッとしてる感じなんですね。まあいわゆる南米のラテン系っていうかね、あ、カラッと陽気な感じだなっていうので、だいたいこういう、 たんのサウンドですね。でも別にあの木の議論が悪いとかそういうわけではない。えー、音色が違うというだけでございます。はい。で、メタルギロってあるのと、実はありますと。これは、いわゆるね、トタン、トタンって言ってわかるかなあの、トタンみたいなものをこう <laughs> 丸めた形状のものです。はい。金属製の、これはギロではありません。 氷ょギロと金属ギロどっち買ったらいいですかって,って、ねえー、いう質問があったんですけどもこれね実はあのー、違う楽器ですという感じです、はい、ちなみにメタルギロこんな感じですはいまあいかにも、まあ、見た目通りの音しますよねはい メレンゲっていうねダンスミュージックがあるんですけども、えー、そこでまあよくまあこんな感じで使われますとこのメタルギロの方がよりこのザラ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 の上をこう滑らせやすいからこういう速いプレーに向いています で、メタルギロの方はね、こういう、スクレイパーっていう、なんていうのヘアブラシみたいなものを使って <laughs>、こういう感じでやります。はい。だから、これとこれは別物のよっていう話ですね。はい。だから、やる音楽が、えっ、ー、と、ドミニカの音楽とか、まあ、それに近いダンスミュージック、 だったりあるいは、うん、まあ、今のそのこの聴いてもらって分かると思うんですけども限りなくこのハイハットみたいな音じゃないですかだからそういうトラディショナルな音楽以外でもえっ、ー、となんか現代のねダンスミュージックとかでもアプローチとしてはねいろいろ面白い使い方はできるかなという感じですはい。